陸に入ったところだけど、なんかもう死ぬほど暑い。だから言ったでしょ、私一人で行くって。男に二言はない。行くと言ったら行くんだ。でも今にも倒れそうな顔してるじゃない。全然平気だぜそんな顔していたら坊やを慕う女性たちから幻滅されてしまうわよ。ね、女性たち、アスナって意味ならそう思われないよう気をつけるけどまあいいわ、そういうところも慕われている理由なのだろうし、木念人なところがあの人に似ているといえばそうなるのかしら。困ったものね。ヴァナティオさん、一人で納得しないでいただけると。あ、ごめんなさい。そういえば坊やがさっき言ってた手がかりって何なの？なあ、暁の金粉だけど、探すにあたってちゃんと手順はあるんだって。暁の銀粉は銀というだけあって、ある条件のもとで銀色に輝くと言われている。なるほどね。その条件は？真意の力を行使すること。強き心に反応し、人気の原料となる銀粉は輝く。強き心ね。少し難しそうだけど面白そうだわ。それでは強く願おうかしら。この砂漠に救う魔獣。どっちにしろ真意を披露することになりそうだな。倒したけど。どうしたの坊や。ここやっぱり暑すぎるぜ。そうかしら。むしろ私は涼しくて快適よ。あの兜をかぶり自分を押し殺していた時代に比べればね。そうですか。それは良かったですね。それじゃあまた探しに行きましょうか。まあ暑いけど頑張ろう。しっかり暗くなったわね。ああ、そして今度は寒い。さすがはアンダーワールド。ペインアブソーバのついた他の VRMMO と違って、暑さも寒さも現実世界と遜色ないんだな。どういうこと？なあ、いや、俺が前いたところと同じだなって。坊やが前いた世界でも砂漠の夜は寒くなるということ？なあ、まあ砂漠なんて行ったことはないけど、そういう風になるって聞いたことがあるよ。こうして日が沈んでいくと砂漠が真っ赤な海のようになって美しくなるってことも。確かに物悲しさと美しさを兼ね備えた光景ね。こういう時間帯を黄昏時というのだそうね。ああ、同じ日の光でも照りつけるような日中の光もあれば、このような光景を生み出す光もある。そして私の持つ天線圏の光はそれらとも異なり、直線的に標的を焼き尽くす力を持つ。光の多様性を一つ一つ理解することもまたこの神器を使いこなす要因になり得るのかもしれないわね。そうかもしれないな。そういった意味ではこの砂漠での素材探し、それ自体がファナティオにとってのいい試練ってやつなのかもしれないな坊やのくせになかなか鋭いことを言うわね。
確かに生きてきた時間は全然違いますけど、そろそろその坊やを。そうね、私は長い長い時間を生きてきた。騎士として女性である自分を押し殺してね。実はね、私が天仙剣を強化しようとしなかったのには理由があるの。理由？なんだ？天仙剣を強化すれば、これまで絆を結んできた私と剣の関係が変化してしまうかもしれない。武装完全支配には剣との絆が何より重要だということは知っているわよね。まあもちろんだ。ファナティオはその絆が強化によって壊れることが怖かったのか？ええ、私はこの子を心から信頼している。いつでも私を勝利へと導いてくれたこの子をね。だからこそ天仙剣に手を加えることはこの子に対して無礼なんじゃないかって。要するに変化を恐れていたのよ。この子と絆をつないだこれまでのままでいたい、そう思っていた。変化を恐れていたか。ええ、でも坊やと出会ってからはそんなのどうしてか馬鹿らしく思えてきたわ。俺と出会って？ええ、坊やのおかげでいろんなものが変わったの。坊やと出会ったからこそ私は以前のように兜をかぶることもなくなり、女性であることも恥じず戦うようになった。そしてその変化をこの天仙剣は受け入れてくれている。変わった私と今も共に戦ってくれるの。そうか、だからファナティオは変化を受け入れようと思ったんだな。ええ、あ、また砂漠の魔獣か。そのようね、追っていきましょう。あいつだな。行こうぜファナティオ。待ちなさいキリト、あの者はこれまでと違うわ。より大きく凶悪で禍々しさを感じる。まるで砂漠の主だな。どちらにしろ倒さないと素材採集は続けられないさ。そうね、やりましょう。でもファナティオなら絶対にやれると思うぜ。そう、私はこの天仙剣と
変化した今の自分自身を信じている。さあ、共に行きましょう。全ての変化を受け入れ、さらなる強さを手に入れるために、今こそカセより放たれよソルスの光。悪しき者たちに裁きの光明を降り注げ。リリースリコレクション。倒したわ。ん？なんだあれ、光ってる。どこ？今の魔人を倒したところだ。これね、確かに銀色の光っている粉末状の素材だわ。もしかしてさっきファナティオが放った武装完全支配術とファナティオの真意に呼応したのか。でも本当にこれかどうかはわからないわ。ステイシアの窓。え、違う、似てるけど名前が。黄昏の銀粉。くそ、類似素材かよ。残念だったわね。黄昏の銀粉か。暁の銀粉じゃなくて。暁って確か明け方の時を指す言葉だよな。ええ、そのはずよ。ってことは暁の時間帯にならないと採集できないってことじゃないのか。なるほど。今は黄昏時だから黄昏の銀粉が手に入ったと。そうかもしれないわね。なら簡単だ。ここで夜を明かしてみよう。それで明け方にもう一度試してみるんだ。わかったわ。でもいいのかしら坊や、私と二人でこんな誰もいない場所で夜を明かすだなんて。え、彼女たちが知ったらなんて言われるのかしら。ファナティオ副騎士長との、その辺はうまくいっておいていただけると。さあどうしようかしら。そうそう、こんなこともあろうかと西帝国産の布を持ってきているの。肌触りがいいし大きいから毛布になるわよ。なんと準備がいい。じゃなくて一緒に同じ毛布になんて入れません。何考えてるんですか。ユージオとなら一緒の毛布で寝たりするの慣れてるけど。いいじゃない、やましいことは何もないんだし。風邪なんてひいたら大変よ。ほらほら、一緒に休みましょう。もっとこっちに来て。なあ、誰か助けて。そして朝がやってきた。あら坊や、顔にクマができているわよ。一睡もできなかったので。もうちゃんと寝ないとダメじゃない。一体誰のせいだと思ってるんだよ。というかまた暑くなってきた。でも今が暁の時よ。よし、それじゃあまた天仙剣で真意を込めた技を打ってくれ。え、ようやく分かったわ。輝きを手に入れるため一体今の私に何が必要なのか。それは変化を恐れない心だったのね。おそらくな。それじゃ下がっていてちょうだい坊や。了解。我が天仙剣、あなたは私の姿を映す鏡。映る姿がたとえ移ろい変化しようとも、我らの絆は絶えることがない。さらなる強さを手にすべく、私と共に変化を受け入れ、共に歩んでいきましょう。リリースリコレクション。
輝くものが地面に。やった、これか。念のため素材名称の確認を。よし、暁の金粉だ。これでようやく鏡が直せる。ありがとう、坊や。いえ、キリト、これで私の天線剣を強化できるかもしれないわ。なあ、ずいぶんこの砂漠に長居しちまったけど、ようやく帰れるな。え、そうね。暑かったり寒かったり、そしてまた暑くなって、体がなんだか気持ち悪いわ。俺もだよ。早くセントリアに戻って水浴びでもしたい気分だよな。そうね。あら、キリト、あの丘の向こうに見えるの泉じゃないかしら。ん、あ、本当だ。オアシスってやつだな。行ってみよう。あそこなら帰る前にさっぱりできそうだ。ええ、そうね。それじゃあ行きましょう。よし、やっぱりオアシスだ。蜃気楼じゃなくてよかったぜ。本当ね、坊や、水が気持ちいいわ。ファナティオさん、なんて格好。今さら何を驚いているの。泉に行こうと誘ったのは坊やの方でしょ。そうなんですが、いきなりファナティオさんがそんな姿になるとは思いませんぜ。というか、バスタオル じゃなくて、なんでそんな布持ってきてるんだよ。なら、これは昨日使った西帝国産の布よ。毛布にもなるし、こんな風にも使えて便利なの。便利なのじゃない。あら、もしかして裸の方が良かった。大胆ね。断じてそういう意味じゃない。別に裸じゃないんだからいいじゃない。坊やは僕年人だし、こういうの平気かと思ってたけど、やっぱり男の子なのね。お、俺あっち見てるんで。別に近くにいてもいいんだけど。そうだ、気になってたんだけどさ。何。そういえばファナティオ、昨日は暑さなんて気にしないとか言ってたのに、今日は暑がってただろ。今も汗を流したいって。それってどうしてなのかなってふと思ってさ。そういえばそうね。それはもしかしたら、こうしてこれまでも聖豪騎士の禁忌から解き放たれて、兜を脱ぎ捨て本当の私に戻るにつれて、本来の私らしい人間としての感情を取り戻したのかもしれない。ファナティオだとするとキリト、いいえ、坊やには感謝しないといけないわね。あの、感謝してもらえるのは嬉しいんですけど、わざわざ坊やと言い直さないでもらいます。それじゃあ帰りましょうか。汗も流せてすっきりしたわ。そうだな。坊や、また汗かいてるじゃない。どうしたのよ。正確に言うと冷や汗かな。誰かさんのせいで。安心して、このことは二人だけの秘密よ。誰にも言わないわ。ありがたいけど、なんだか責任の重みが増した気がする。ともかく王都に戻ろう。武器の強化もしなくちゃいけないしな。ええ、坊や、本当にありがとう。おかげでまたこの天仙剣と新たな絆を結べそうだわ。坊やともね。それはどういうどういう意味かしら。まったく、本当誰よりも強くて頼りになるけど、困った人だな、ファナティオは。